おまく皆様こんにちは関税能楽堂のバックステージツアーにお越しくださいましてありがとうございます関税三郎太と申しますこの映像ではこの能楽堂のことや能全般に関すること 私の特別インタビューなどを、一部実演なども交えながらご紹介させていただきます。どうぞ最後までごゆっくりご覧ください。この能楽堂は、2017年の春、銀座6丁目に開場いたしました。また、関税能楽堂の正式名称は、25世関税左根記念関税能楽堂になります。25世関税左根というのは、私の祖父のことですが、祖父は、 第二次世界大戦により焼失した東京大曲の関西会館を再建してその後1972年には渋谷区小桃に新たな能楽堂を建設いたしました幾多の困難を乗り越えて生涯2度にわたる能楽堂建設を行いまた流儀の発展に尽力した功績をたたえてその名前を冠しています。またこのの銀座の土地はは江戸時代には関税家が 幕府からお屋敷を配領していた地でもあるので銀座に帰ってきたという言い方もできるかもしれませんそして舞台に使われている板のほとんどは渋谷区小島にあった関西能楽堂のものをそのまま使用しています今では手に入れることが難しい大変上質な檜の舞台ですが近くに寄っていただくと細かい傷が目につくこともあるかもしれません それこそが先人たちが舞台を懸命に努めてこられた証であって関西農学堂の歴史それでは能舞台の近くに行ってみましょうユネスコの世界無形文化遺産にも登録されている能楽はその誕生からこれまでに一度も途絶えることなく上演が続いてきた現存する世界最古の舞台芸能です。 四季折々の豊かな自然を背景にして育まれた人間の喜怒哀楽や感情を脳はシリアスに狂言はコミカルに描き出します。やがて歌や舞を中心とした下部音曲的な側面が脳に、セリフを中心とした演劇的な側面が狂言にと分かれていきます。そうして約650年近く前の室町時代初期、脳楽の体制者として歴史の教科書にも必ず出てくる カンアミ・ゼアミという農薬師であり、農の作者でもあった親子が活躍して、現代の私たちが見ている農学の原型が出来上がりました。そのカンアミ・ゼアミこそが、漢字流の祖で、私たち漢字家の祖先となります。農は無の空間から始まって、その中に様々なドラマが生まれ、それがまた無に戻って、沈まるという流れをすべてお客様にお見せします。 これは能の生まれた室町時代に盛んだった禅の精神やあるいは人間の人生そのものを表しているのかもしれません。また能の演技ですが最大の特徴は能面を使った仮面劇であることだと思います。最も感情を豊かに表現する顔を隠すことで通常の演技とは違った演技方法が生まれます。また徹底的に削ぎ落とされた無駄のない演技が 独特の集中力と緊張感を生み出しますご覧になるお客様には全ての意味が分からなくても舞台の持つ集中力の高さや音の心地よさ舞の優雅さや力強さなどを体全体で感じていただくことで身も心も元気になっていただければと思っております次に舞台についてご説明します 最初に目につくのがこの屋根かと思います。これは能舞台がもともとは屋外にあったことの名残です。明治時代になって天候などに左右されずに上演ができるように舞台をそのまま建物の中に入れたことが始まりです。また本舞台は4つの柱で囲われています。これは能面をかけて視界の遮られた能楽師にとっては大切な目印であり、 同時にお客様と舞台とを分ける結界の役割も果たしていますまた舞台の奥の鏡板と呼ばれる羽目板には老井松が描かれているのが決まりになっています古来より松は常緑樹で老いてなお盛んに枝を伸ばし樹齢も非常に長いことからコトホギの象徴とされ神が宿る木として崇められてきましたまた鏡板の名称の通りこの松の板は 舞台後方にありますが本来はお客様の席にある松が鏡のようにこちらに映ったものと考えられています能はその出発点が神事でしたのでどのような作品であっても私たちは常に神様に向かって奉納しているという意識を持っており神様を喜ばせることとお客様の心身を和らげるということを同一視していますまたこちらの左側に伸びている この本部隊と幕の向こう側とをつないでいる部分を橋がかりと言います脳では幽霊や鬼、精霊といったこの世のものではない主人公が登場する作品が多くありますこちらの本部隊をこの世とすると幕の向こう側の世界があの世その二つの時空の間にかけられたまさに橋として機能するのが橋がかりとも言われています また空間を立体的に見せるのにも非常に効果的な役割を果たしていますそれでは舞台に上がってみましょう能は下や脇といった登場人物たちのほかに舞台後方にいる林方そして舞台横に座っている渋滞とともに作り上げる歌舞劇です それでは各役についてお話しさせていただきます。私もして方ですが、能の主役のことをしてと言います。ただ、して方はいつも主役ばかり演じているわけではありません。大半の能楽師は、渋滞や舞台後方に座っている光拳という役をすることの方が多いと思います。渋滞は西洋風に言えばコーラスですが、舞台の情景を表現するだけでなく、 登場人物の心情や言葉をそのまま代弁するようなこともあります。舞台上では一人の登場人物と同じくらい大切な役割を持っています。また、後見は舞台後方にただじっと座っているだけに感じられますが、舞台裏では装束の着付けなどを担当しており、舞台進行がスムーズにいくよう、大道具の出し入れなど多くのことを担当しています。 また、不足の事態が起きて、演者が演技を続けられなくなった時には、その役を代わって務めるという大変大事な役割も担っています。ですので、特に本貢献と言われる人は、ベテランの農学士や、指定の師匠閣にあたる農学士が務めることが多いです。そして、脇方ですが、これは脇役という言葉があるように、指定を支える役割を持っています。ただ、 脇役だからといって小さな役というわけではなく、しての物語を引き出す役であったり、しての仇役であったり、また恋人役であったり、大変大きな役割を担っています。そういったこともありますので、脇は脇方という専門の役者が担当しています。また、して方は幽霊や神様、鬼といった非人間的な役を演じることが数多くありますが、 湧き方は生きている男性の役しか演じないため、表をかけることはありません。そして、生やし方ですが、向かって右手から笛、小鼓、大鼓、太鼓という4つの役があります。太鼓は演目によっては出ないこともありますが、この4つを見ていただくと、メロディーを奏でることができるのは笛だけで、あとはすべて打楽器であることに気づかれるかと思います。 林同士であるいは歌いと共にリズムを紡い上げることが能の林の一番大事な役割になります。特に闘争者がいるわけではないのですが、お互いが発する楽器の音や掛け声でサインを送り合いながら作品を共に作り上げていくのです。そういった意味では単純に楽器の演奏者というよりは役者に近い感覚があるかもしれません。最後に狂言方ですが、 狂言としての喜劇の演目とは別に、脳の中に愛狂言として登場することがあります。これはストーリーテイラーとして物語をわかりやすい言葉で伝えたり、少しおかしみを持った言い回しを使ってお客様を和らげる役割を担っています。それでは次に舞台裏に行ってみようと思います。 能面の誕生は、能楽が成立する室町時代よりもずっと以前のことなのですが、現在使われている能面のオリジナルデザインが出来上がったのは、室町時代末期の頃であると考えられています。能面は我々能楽師にとっては命と同じであり、表面は決して素手で触らないなど、大変大切に扱います。また、表情が変わらない人のことを、能面のような顔、 というように表現することもありますがこの表に命を吹き込むのは能楽師で舞台上の演技では表が生き生きと感じられるように工夫されています例えばこの表を少し下に向けると悲しそうに見えたりまた上を向けると少し晴れやかに見えたり遠くを眺めているように見えたりしますまたこちらの般若の表はよりそれが分かりやすいかと思います 表の下半分は怒りの顔ですが、上半分は悲しみの顔になっています。般若は嫉妬により怒りが最高潮に達した女性の顔を主に表していますが、怒りだけでなく悲しみを同時に抱えていることが表現の奥深さを生み出しています。 次に、脳装束ですが、農学の成立した初期の頃は、日常の衣服を流用した簡素なものであったと言われています。しかし、武家貴族社会に愛好されるようになってから、いわゆる褒美として豪華な衣装が将軍や大名から与えられるようになりました。そして、現在のような脳装束が頻繁に見られるようになったのは、江戸時代からであると言われています。 こちらは、カラオリと言い,いまして、農商族を代表するもので、最も豪華絢爛で、金銀をはじめ、様々な色糸を使って、草花や扇、風景花などが浮き彫りにして作られている職人の技術の結晶です。ほぼ女性の役専用で、着流しとして用いられるほか、上着として着用することもあります。また、こちらのように赤い色が入っているものは、 若い女性役専用ですが赤い色が入っていない地味な色合いのものは年を重ねた女性の役専用というように絵柄や色合いなどによって用途が細かく分けられていますそして扇ですが。 こちらにある扇は中継と言いまして、閉じていても中が少し見えるデザインになっていて、多くの役ではこちらの華やかなデザインの扇を用います。対して、今私が持っている沈め扇は、里人や下級武士などのごく限られた役で用いられます。こちらにあるかずら扇は、みやびな女性の役を演じるとき専用の扇で、表に 当人風の女性たちが描かれ、裏には花車が描かれています。また、こちらの修羅扇は、修羅者という武将の幽霊の役を演じるときに主に持つ扇です。波が描かれているものは、負け修羅扇と言い,いまして、負け戦専用のデザインになります。能で描かれる戦の多くは、元兵の合戦で、その敗者は兵器です。 平家の侍のほとんどは海で命を落としているのでこのような時代になっています。ちなみに能で描かれる修羅物は負け修羅の方が圧倒的に作品数が多いのですがこういったところにも鎮魂や敗者の美学を描こうとする能の特徴がよく表れていると思います。では次に鏡の間に参りましょう。 こちらは鏡の間と言いまして、どの能楽堂でも必ず舞台横に設けられています。ここは、てが舞台に出る前に表をかけて自分の姿を確認するところですが、それだけではなく、自分自身の頭の中を整理したり、心を落ち着けたりする舞台に出る前に最後に気持ちを整える場所でもあります。そして、いよいよ舞台が始まるという時には、 各役者がこちらに集結して、お互いに挨拶を交わしたり、お囃子方がお調べと言って、音と心を合わせる演奏をしたりもします。ここで全ての役者が気持ちを一つにして舞台に出ていくのです。それでは普段演者が上げ幕から舞台までどのように見えているか体験してみましょう。 おまわく ご覧くださり本当にありがとうございましたいかがでしたでしょうか私たちは日々稽古を重ねてこの舞台に上がることを生きがいとしていますそんな舞台をぜひ多くの皆様に実際に能楽堂にいらしていただきご覧いただければ大変嬉しいですまだまだ不安が続く情勢ですがお客様に明日への活力と 希望をお届けできるよう、これからも精一杯舞台を務めてまいります。農学堂で皆様とお会いできるのを楽しみにしております。どうぞよろしくお願い申し上げます。一番は、 農学堂に実際に足を運んでもらいたいってことが一番なんですが、やっぱ気負いをせずに、農学というものがあるからといって、なんか、例えば物語を全部理解しないといけないとか、そういうのではもう全然なくていいんで、もっと気軽に、まあ、初めからその歌いとか、所、まあ、作とか、そういうのを理解するっていうのは絶対に無理だと思うんで、やっぱり気軽に来て、まあ、歌いや、まあ、この農学堂の雰囲気ってものですか、を肌で感じ取ってもらって、 まあそれで寝てしまうのも仕方ないんですが、やっぱ気軽に来てもらってやっぱ自分なりの楽しみ方。例えば、能面だったりしたらその彫刻が綺麗だとか、お装束だったらお装束の感じが綺麗と、コーラス渋滞の部分、その音色がいいとか、その自分なりの楽しみ方を見つけるのがやっぱり一番だと思うので、まあ、とりあえず一度能楽堂に足を運んでもらいたいっていうのが大きいですかね。 そうですね、能、まあの演目っては200番ほどありまして、まあ、1時間ぐらいのものもあれば2時間以上のものもあるんですが、まあ、やっぱり初めて見るのにその2時間とかのはやっぱちょっとまあきついというかあると思うのでやっぱりその1時間ぐらいの演目で例えば「天女の舞」などがきれいな「羽衣」という曲だったりこの,このぐらいのちっちゃな「雲の巣」という小道具がありまして、まあ、それを投げて華やかってなんですけど動きがあるもの、まあ、土蜘蛛 という曲なんですが、まあ、そのような演目がやっぱり初心者だとご覧いただきやすいでしょうかね。まあ、一番大事なもの。やっぱり七百年続いているものなので。なぜこれがなくならなかったのかというと。やっぱり師匠や。まあ、自分の親から。その能を、まあ、技術を受け継いでいくことが一番大事な。 まあそれが行われてきたからこそ700年以上の歴史があると思っているのでまだ22歳の身なんですがやっぱり父である先生の教えをしっかり吸収してそれをまだちょっと考えるの早いかもしれないですけど次世代にどうやって残していくかそれが一番大事なのではないかなと思いますね。この農学堂 で行われるとか、まあ農学のの雰囲気っていうのは今の現代ってスマートフォンとかパソコンとか情報が早く流れていてやっぱすごい早い時間が体感的にはあるんじゃないかと思うんですけど能楽っていうのは、まあ、ゆっくりとした雰囲気、まあ、そういう落ち着いた雰囲気があるのでやっぱ別世界というんですかその、まあ、私たちが生きている喧騒の、まあ、別世界にやっぱり落ち着いてこられて、まあ、そ,のその世界を提供するっていうのがやっぱり 今のやっぱ能っていうのは本来やっぱりそのまあ儀礼的なものでもあるんで、まあ、このコロナの時代にもっとまあ今までももちろんそういう気持ちを持って待ってますがやっぱり世の中の平和だったりまあいけび退散まあということもありますけどまあそういう世の中の時代のことをより一層やっぱり思って待っていくことが私たちにとっては一番大切だと思いますね。 まあ、意識的な問題はやっぱりあんまり変わらないですが、まあ、先ほども言ったようにその、まあ、特に今そのコロナのがひどいのでやっぱそれに対するまあ思いその世の中の平和を願って舞うっていうことがやっっぱりりちょっとありましたかね僕のまあ父である先生はとても多忙なんですけど、まあ、コロナによって舞台の延期だったり中止がありまして、まあ、少しまあ時間ができたこともありまして、まあ、すごい。 その稽古をたくさんつけていただくことがありましてやっぱり普段忙しい中じゃ気づかないようなことにもなんか少し気づけたりしてそういう意味ではまあ通常の脳声ももちろん、まあ、コロナが落ち着いて、まあ、しっかり戻ればいいなと思っているんですがやっぱり今の農学堂は若い人があまり 足を運んでくださらない状況だと思っているんですが実際その僕の自分の大学の友達友人たちに聞いてみますとやっぱその行ってみたいんだけどやっぱ気持ちがなんかそのやっぱちょっとしっかりしないといけないのかなみたいなことにこうなそういうふうに捉えるからちょっと足が遠ざかってるっていう言葉話を聞くんでやっぱりその公演っていうよりもどうやったら能楽堂に足を運んでもらえるか とといいうことを考えててきたいと思ってます,、ねそうですね、やっぱり、まあ、そのしての主役をしている時はこ自分だけじゃなくて、まあ、舞台上で何が起こるかが分からないんでやっぱり世阿弥が残した言葉は「利権の剣」って言葉がありまして待ってるのにその待ってる自分をなんていう天井からっていうかその全体を見えるような感じの目で見なさいっていう。 言葉がありままししててそれを一番意識してますね何,何事にも対応できるように臨機応変にまあ正直言いますと、まあ、やっぱり全部やってみたいっていうのは一番ありますが、まあ、そのと、まあ、気持ちとか時々によって変わるんですがその諸先輩方だったり、まあ、自分の父だり先生が回れている演目を見ると、まあ、自分もこういうふうにやってみたいみたいな気持ちになりますね。 憧れっていうかもう物心ついた時から変わらないんですがやっぱり父が一番憧れっていうかもう尊敬尊敬する能楽師父としても尊敬してますし能楽師としてもやっぱり一番尊敬していていつかその背中に少しでも追いつければいいなと思って今日々稽古に精進してますね。 今日の修羅の仇を足そう何の殿かに乗りつねとやあら者も者のものしや手のみは知りぬ思いぞいずる旦那